恋人報道に。ひどい。歌舞伎俳優の市川海老蔵が、31日、ブログを更新し、一部週刊誌に報じられた新恋人について、私は、私に彼女がいるらしいことを週刊誌を通して知りました。と、真っ向否定。そんな気持ちになれないよ、ひどいと思いました。と、正直な気持ちを綴った。ブログのタイトルには、新恋人を報じた週刊誌の名前を記し、私に彼女？わらわら、いるんだ。知らなかった。と、寝耳に水のコメントを綴り、私は、私に彼女がいるらしいことを週刊誌を通して知りました。海老蔵に彼女いるらしい。と、恋人報道を人ごとのように綴った。だが、最愛の妻、真央さんを亡くしてわずか4ヶ月。そんな気持ちになれないよ、ひどいと思いました。と、怒りと悲しみをにじませるコメントも。最後に、とりあえず笑っとこ。わらわら。と、気丈な言葉も綴ったが、ブログ読者からも、信じているのは、週刊誌ではなく海老蔵さんの言葉。海老蔵さんのこと、みんなわかってますから。真央さんも呆れてるでしょうね。元気出してくださいね。など、投稿約45分で、100件を超える励ましの声が、寄せられていた。